はい、えー、6時5分になりましたということで、えっ、ー、とですね、また今から5分間だけという時事ニュースですね。今朝のニュースを、今日は、えー、2010年5月20日です。木曜日、えー、Google のニュースのサイトで、えっ、ー、とですね、実はこの 韓国の、えー、紹介ってですね、これが船が沈められたというので、でその北朝鮮からの攻撃だというその魚雷だったというのが証拠が見つかったというニュースですね。で本日、この5月20日に、えー、正式発表が。 あるということなんです。これも韓国政府からの正式発表で、ではあった後、国連の方に、えー、朝朝鮮戦争の休戦協定違反ということで。 国連の方にに訴えるるというよううよなな話になってるそうですまあこの辺ですね本当にそのややこしい話というかあの日本海側でいろんなことが起きるわけなんですけれどもこれと相まってですねまあ、日本はいろんな意味で微妙な立場に立っているのはまあご存知の通りでうん ま,あまずはあの北朝鮮の拉致問題ですね、その話がありますし、でもう一つその、今、普天間基地の問題ですね、沖縄にある米軍基地の問題、でまあ、こういったその北朝鮮とかの、まあね、一触即発というか、戦争になりそうな状況とか、そんな時に、じゃあ、えー、すぐに動けるのは。 ど,んなどこなのっていうとやっぱり米軍とかがすぐに動くという形になります。その時に自衛隊っていうのはなかなかですね日本が具体的に攻撃を受ける時でないと動けないというのがあって、えー、その前にその米軍とかが動いていくというような形になるわけなんですけどもじゃあその時に沖縄に基地がどこにあったらいいのと。 いう話がやっぱり出てきますんで、この辺はですね、このニュースは割と日本にいろんな意味で影響が出てくるんじゃないかなというような感じがします。えー、さて、もう一つ、見ておきましょうか、もう一つ、今日からですね、あこれですね、えー、事業主け事業主けの、えー、第2弾の後半戦ですね。えー 今日から20日からスタートということで、えー、またこれあのネット中継とかもあるみたいですけれども、 まあ、こういうのはですね、ええー、ガツガツといろんな意味で、あのー、どんどん、あの、公にしていってですね、今までよくわからなかった部分というのを出してくればいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、私は仕事柄ですね、あの、官長関係の仕事とかいろいろ受けてやってるんですけども、まあね、あの、あんまり言ったらあかんんだやろうけども、 いいろいろありますわで特にやっぱり感じるのはですねその、えー、個々の仕事自体はやっぱりそれなりにね大事なものもあったりとかあのやるべきことというのがあるんですけども前にいかんせんですねその途中にいろんなものが挟まっててですね、えー、まあそんなに人が本当にいるのかなというような動かし方をしているものが多くて。 まあ言ったら、間接費というのがすごく多いわけですよね。間に挟まっているいろんな組織だとか、えー、管理部門とかがやたら大きくなっているそのところがやはり多くてですね、でやっぱりその辺がこうそが結果的にいろんなその予算というかが、額がでかくなっているというのはものすごく感じます。 でただですねかといってその一気にガツンとこの辺の法人をバカ,バカ、えー、その仕分けでその潰していって。 いいかというとうですねじゃあ、そこの職員の人たちの受け入れ先のことを考えておかないと、であんそれと、ですねやはりそこに絡んでるいろんな中小企業が納品をしてたりとか、ですねあるいは食堂があったりしたらそこで働いてるそのおばちゃんとか、ですねそういった人たちとか、掃除をしてる人たちとか、ですねいろんな中小企業絡んでますんで、その辺の対策も同時に、要は雇用確保ですね、そういったことを景気対策と というのもうまく考えていかないと結果的にとんでもないことになるというのもありますんでこの辺はですねもうい,いろんな知恵を使って乗り越えないといけないところなのかなというふうに思いますということで6時10分もありましたんで、えー、今日はこんなところででは、えー、今日も一日元気にやっていきましょう